セフです。どうもです。川口の変な信号矢印をロケしに行ってきた。この動画は2020年8月に紹介した第10回の信号機編と第11回で紹介した小ネタを振り返り、裏話を紹介していきます。まだ見てないという方はこれを見れば短い時間でポイントがわかりますし、もう見たという方もセフのツッコミや裏話を聞いてお楽しみください。それでは始めます。川口駅東口のロータリー出口にあるこちらの信号、三叉路の突き当たりなのに矢印が出るのも珍しいですが、なんとここ信号機が青に変わる前に右折の矢印が出てきます。というのもここ左に曲がった先に横断歩道があり、歩行者とぶつからないように右折だけを先に出していたのです。まずこの川口の信号機動画なんですけれども、ロケの時期が完全に去年の自粛期間中、まあ、4月から5月にかけての自粛期間中に重なりました。というのもここにロケの時期が分かるものが出ちゃったんですよ。川口そごう地下1階食品売り場のみ11時から6時営業っていうのがドンって右上に乗っちゃってるんですよ。これこれは東川口の時の鯉のぼりと一緒だなと、ロケの時期バレたなと。ただ今更消すわけにもいかないので動画ではそのまま残したんですけれども、その代わりロケの時期がバレないようなナレーションを入れました。例えば川口駅前なので人がたくさん歩いてますっていう部分あるでしょ。あれ撮ったのゴールデンウィーク前の5月1日です。平日の夕方6時の川口駅前であれだけの人数しかいないっていうのは相当異常です。普段の半分以下です。なのでいくらねナレーションで騙し騙し言ったとしても、動画のどっかでねボロが出てしまうってあると思うんですよ。これからも多分そういうことするんじゃないかなと思うので、ロケの時期がバレるようなものが出てしまったら、あ、またシェフやったなっていうような目で見ていただけると嬉しいです。で、川口そごうの垂れ幕を消さなかった割にはロータリーにずっと止まっている左折車、このナンバーを必死に黄色い板で隠してたっていうね、ちょっとすごい愚かなことやってたんです。まあ、あの当時っていうか今もそうなんですけれども、モザイクのかけ方って分かんないんですよね。 YouTube に動画を上げてその後にモザイク処理をするというような項目をちらっと編集中に見たような気がするんですけど、それも今の時点では、まあ、少なくともこのまとめ動画を作っている段階ではあんまりよく分からないと。まあ、車のナンバーがバレないように隠すとかモザイクをかけるっていうのは昔から動画の世界でした方がいいよって言われるんですけれども、いざ隠すとなると相当大変だなと。で、この右折矢印の信号なんですけれども、矢印の出てる時間は結構長くて、その後の青信号がめちゃくちゃ短いんです。例えば川口駅からうちにタクシー使うときはどうしてもここの信号左に曲がりますので、タクシーやバスで混雑しているとロータリーを出るまで2回ぐらい信号につかかることがあるんですよ。もうちょっと青の時間長くしてほしいなと思うところです。川口警察署の前で産業道路と斜めに交わるこちらの交差点はなぜか黄色の下に直進の矢印が出てきますが、問題はその矢印が出てくるタイミング、なんと信号が青に変わる前に矢印が出てきます。対向車とぶつからないようにするのであれば左折も大丈夫そうですが、実はこの場所左折してから離れた場所に横断歩道があり、歩行者とぶつからないようにするため横断歩道の信号が赤になるまでは左折できないようになっているのです。先ほどこのパートは川口警察署前の信号ですって言ったんですけれども、本編では特に川口警察署ってあんまり大っぴらに出してません。出したとしてもここ青矢印信号では右左折できません。川口警察署、この建物本当に川口警察署です。なのでこの交差点のロケは警察の前でやってるわけですよ。で、先ほども言った通りこのロケは去年4月から5月のもういわゆる自粛期間中にやってるわけです。ということは絶対に立っちゃいけない側ってあると思うんですよ。それがこちらね、ここに立ってカメラ回していると
ステイホーム期間中なのに何カメラ回してるんですかって警察に言われてしまう可能性があるんですよ。なのでこの交差点で一番分かりやすい場所での撮影ができなかったんです。つまり直進矢印が出てる間に歩行者信号が青になっているという決定的な証拠、この角度じゃないと撮れないんですよ。ただこれはもう警察の入り口の前なのでどうすることもできなかったと。なので2021年5月再度ロケしてきました。というわけで警察の前から撮ったのがこちら。歩行者信号が青になると同時に直進の矢印が出ていますね。え、こちら側からじゃないとうまく撮れないんですね。本編だと歩行者信号が青になってるから左折車が止まってますみたいな言い方しかできなかったんですけども、歩行者信号が赤になってようやく青になるとはっきりとこの動作が見えます。で、ついでにもう一つの疑問も撮影してきました。それは反対側はどうなってるのかと、反対側も遠くに横断歩道があるんじゃないかと。はい、確かに遠くにあります。もしかしたら警察の前よりも長いくらいです。にもかかわらず反対側は直進矢印は出てません。青だけです。反対側から左折する車の量がそれほど多くないからかもしれないんですけれども、こちらは直進信号はありません。そして実はこれ横断歩道の青の長さが違うんですね。直進矢印が青になっても青なんですよ。それでここが点滅して赤に変わったら信号自体も赤になると、そういう流れなんです。だからあえて特段の対策は取ってないみたいですね。あとコメント欄でも指摘されたんですけども、まさかホラーモーションを取ってしまったと思わなくてね、黄色と赤と右矢印が同時に出ちゃってるとね、これは同時には絶対ありえない光景なんですけれども、モーションにするとこんな感じになっちゃうのでね、自分で見た時は本当にゲラゲラ笑いました。まあこれからも偶然おかしなものを撮ってしまうかもしれませんが、その時は笑ってやってください。川口市野平にあるこちらの信号、緑と赤の下に矢印がついているので左と右の矢印が出てくるのかと思いきや、出てきた矢印は左折と直進、一番通行しづらい右折が無視されているようですが、この信号が青の時対向車線は赤、つまり青の時は簡単に右折ができます。さらにこの時は川口駅側からの信号は左矢印を出しているので、この交差点は右矢印が全く出てこないという変わった作りになっています。こちらの信号、自分の家から徒歩圏内で行ける一番珍しい信号ということで、まあ自分昔ツイッターでネタにしたこともありますし、今回川口の信号機ということでこの野平の信号も出ました。本当にね、左折と直進の矢印をどうして青と赤の下に出すのかと、これもしかしたら変速矢印って言われてはいるんですけれども、右折を出さない矢印信号が2つ並んでるのは結構ややこしいからっていう可能性はありますね。でこの信号、反対車線とか交わる道も含めて一切右矢印が出ないという本当に珍しい信号です。ただどうして駅からの信号に左矢印を出しているかと、実はここ駅からの道はもう左にしか曲がれないようになってます。もう一方通行みたいな感じで青と白の標識がありますよね。にもかかわらず信号が左矢印を出すのか、それだけちょっと気にはなりますね。JR 琵琶湖線大津駅はメインとなる北口の他にもう一つ南口があります。ですがこの南口に向かうと現れたのはロータリーだけ、駅舎は見当たりません。南口を見失ったかと思いきや、ここに一箇所地下へと続く階段が、実はここが南口への入り口になっていたのです。これを撮影したのが2019年9月で、その時はまだ YouTube のチャンネルを作るんじゃなくて、方面別に珍スポットを紹介する同人誌を出そうとしてたんですね。例えば関東だったら埼玉方面だったり横浜方面だったり、まあ、関西だと
神戸方面だったり京都方面だったり、あるいは大阪府内だったり、こういう本を出そうとしていました。それで滋賀県の草津から淀川のすぐ近くまで1日かけていろんな画像を撮影して同人誌用にということで画像を残したんですね。ただ自分がそこまでイベントに参加できないってことが分かってしまって、この YouTube チャンネルを作ったっていうこともあるんですけれども、方面別の本を出すのがおじゃんになって、結果1日かけて撮り続けた京都方面編のたくさんの画像がボツになってしまったわけですね。この後もいろいろと小ネタで紹介するんですけれども、本当にね、残ってしまった画像をどうしようかということで、やむなく静止画でつなぐというどっかのおじか光源みたいなことをやってしまったわけですね。なのでものすごくクオリティが低いというとんでもない動画になってしまったんですね。エンディングで静止がいかがだったでしょうかって認めちゃいましたけどね、これで。肝心の大津駅南口なんですけれども、本当に目立たないです。おそらく隣にホテルがあって、そのホテルと直結するために南口の改札を作っただけなんじゃないかって思いたくなるような、そんな作りです。普通地下鉄の、ね、駅だったら東京でも大阪でも本当に上の方にマークありますよね。ここは JR なので青の JR マークを上にポンって出して、 JR 西日本はこちらですっていうような感じでやればいいものを、ピンクの鉄骨の下あたりに大津駅南口って小さく出すのは本当にこれ目立たないと思います。というわけで、川口の信号矢印をロケしに行ってきた、いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。セフィでした。さようなら。